始まるよ。映画は撮ってんのか。撮ろうとはしてるよ。ロードムービー。運転しながら芝居させるのはちょっと。背景は後から合成とか撮りたいな。キリコがこれを通して何をやりたいのか最初とブレてる気がするんだよな。物語の中でどういう意味持つんですか。自主映画出身の人ってなんですぐ海くんの。スケジュール動かせないよ。厳しいよねこの状況。キリコいつも一個のことで頭いっぱいになる。迷惑かかってるよ。私だって考えてます。よーい、はい。自分の現状を変えようとしている。映画のこと考えてるキリコ、いい顔してる。笑って。